スペースビズ編集長の太田です。宇宙ビジネス超入門者向けに世界や日本で起こった宇宙ビジネスのトピックニュースを簡潔にお伝えします。今回は JAXA ニュースとして世界初の双方向ライブ番組希望宇宙放送局開局特番スタートについて述べたいと思います。バスキュールとスカパー JSAT は JAXA の競争型研究開発プログラムである宇宙イノベーションパートナーシップ JSPARC として推進中の宇宙メディア事業希望宇宙放送局の実証を2020年8月12日に一般の視聴者や企業も参加する公開実験番組希望宇宙放送局開局特番 We are 希望クルーとして生配信放送します。本番組を率いるのは企画作りから参加している俳優でメインクルーの中村智也さんと須田雅樹さんです。地上400m 秒速 8km の速さで移動している国際宇宙ステーション ISS に開設された希望宇宙放送局から宇宙と地球をつなぐ世界初の双方向ライブ配信実験にチャレンジです。番組配信日となる8月12日は三大流星群の一つペルセウス座流星群が地球に訪れる夜。希望宇宙放送局では希望内にある地球を望む円相の隣に設置されたディスプレイ上にさまざまな映像や視聴者の声をリアルタイムにアップリンクし表示することが可能です。そしてその様子を宇宙飛行士が撮影しダウンリンクすることで宇宙と地球をつなぐ双方向配信が実現します。開局特番に向けて宇宙に映す希望の動画を、一般の皆さんから、なんと募集するようですね。また番組終盤ではラッドウィンプスが手掛ける心の中のフルバージョンが初公開されますのでとても楽しみです。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。上にマーク出てます。お願いします。